今日はついにあれを買ってきちゃいましたということで、こちらソフトバンクに行ってきてこちらを買ってきました。で他にもね、こんないっぱいこういうのも買ってきたんで、ちょっとお見せしたいと思います。中身はというと、こちらはい iPad Pro でございます。去年発売した iPad Pro 12.9 インチの256GB 買っちゃいましたということで、はい、とうとうソフトバンクで契約してきちゃいましたね。で他にはですね、まずその前にこちら、はい、iPad Pro のフィルムとかね、あと音楽聴くようにType-C なんで iPad Pro はコネクタのとこがタイプ C のとこと、あのイヤホンジャックを変換できて音楽聴けるようにこちらになりました。ということで、あとはね、こちら、はい、こちら iPad Pro 用のケースも買いましたね。こちらはね、5000円ぐらいしたんですけど、PayPay ポイントでタダで買いました。以前貯めた PayPay のポイントでね。でこちらはちょっと PayPay のポイントが足りなかったんで、まあ、全部で3700円ぐらいですけど、自腹で払いましたね。ということで、開けていきましょう。早速開けていきましょう。こちらです、 iPad Pro です。早速開けていきましょう。結構でかい、なんか肌触りがいいな。早速開けていくんですけど、お、開きました。はい、すごい綺麗に入ってる。すごいっすね。でこちら、すごい綺麗に入ってる。こちらペラペラめくっていきます。でもすごいっすね。見えるか、ここにね、ちょっと分かりにくいかもしれんけど、ここにカメラがありまして、横はここら辺電源だと思うんですけど、こっちか、こっちが電源で、こっちイヤホンの音量とかだと思いますね。でスピーカーは2箇所、いや4箇所か、4箇所ありますね。多分4箇所です。でここがコネクタがね、今回タイプ C なんで、タイプ C のコネクタで充電ですね。で裏はですね、サインしないかんけど、裏はこんな感じ、 iPad って書いて、スペースグレーを選んだんでこんな色になってます。でカメラはこんな丸型の形になってます。でこちらをね、3年契約しましたんで、こちら使っていきたいと思います。で他にはこちら充電ケーブルと充電用のコンセントですね。ってことで、こんな感じで、はい、今回はそれで iPad Pro を購入したという報告でした。まあケースに入れちゃったんですけどね、まあこれから大事に iPad Pro、 まあこれから大事に iPad Pro を使っていきたいと思いますので、どうぞ私の YouTube もご期待くださいということで、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してみてください。では。